10月16日木曜日、 PM テクニカル分析です。フォレックス TV ジャパンの岡田がお送りします。夕方のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析で、今夜のヨーロッパマーケットの値動きを予想します。今日もアセンダントの山中さんから届いたコメントをご紹介します。まずはユーロ円のチャートです。昨日のユーロ円は終値ベースでは直近の円高値を更新する動きとなり、134円台に入ってのクローズとなりました。現状サポートとして考えられるのは先週金曜日の安値132円15銭レベルです。まだ距離があるようにも感じますが、各市場の動きによってはあっさりと視野に入ってくる可能性がありますので要注意です。レジスタンスは136円50銭レベルです。次にユーロドルのチャートです。ユーロドルはニューヨーク市場でじり安の流れとなりました。今すぐのユーロドル急落は考えにくいのですが、チャートの形はあまり良くありません。今日は 1.3550 レベルをレジスタンスに、 1.3300 レベルがサポートとなります。以上、アセンダントの山中さんのコメントをご紹介しました。 PM テクニカル分析でした。この後は午後7時30分から夜の FX フラッシュをお送りします。